おはようございます。大家早上好。ご存知ね、川の流れのように、まあ知らず知らずですね、歩いてきたこの細く長いこの道、こっちに来てしまえばああって思うんですけど、こっちにいるときはなかなかそうは思えないですね。うん。まあこの年になっていろいろ考えられるようになりました。まだまだ若いんですけど。はい。それでは今日はここまでにします。どちら様もお健やかに。来週の水曜日。26日ですね、夜11時から、中国語ナビ2チャンネルですね、教育テレビ E テレと今言いますね、 E テレの番組で中国語ナビに出演しています。ニコッとしないんです、おしゃべりだけ。中国人の本音というタイトルですけどね、本音だよ、本音、どれだけ語れるかね、うん、楽しみにしてください。それから、中国語も2校も生徒さんを募集しています。中国語は本当は教える自信がないんですよ。ね、中国語の先生みたいに、あ、すごいなって思いますけど、そんなできませんけど、よかったら声をかけてください。よくやるよね。それではごきげんよう、さようなら、再见。